留年してて辛い時期の中でその友達に勧められてその芸能界に入ってテスト前とかとあと通常の授業も早い時間が多いのでリハとか出れなくてそのままライブ出ちゃうっていう結構キツキツのスケジュールだから体調管理とかが俺はあんまできないんで歌詞めっちゃなりたかったんですよ。でそれでいろいろ探したんですけどなんか作詞作曲できないんで歌詞は無理だなってなったんですよ。ラスト C3 完全密着、過去の辛い時期を乗り越え夢の一歩のため前に進んでいる彼らの先に何が待っているのか。もともとその学生時代に記者モデルをやらせていただいてて、でやっぱ世代交代で僕も出れなくなってしまって、その後やっぱアイドルがしたいっていうことを自分の胸の中にあって、今こうやって9人のメンバーと一緒に活動させていただいております。やっぱ9人でやっぱ上がっていきたいっていうのが自分のものになって、このグループがなくなった時はもう俺も辞めようかなと思ってて、やっぱ就職っていうかやっぱこれがダメになった時に俺もダメになってるかなと思うので、もうアイドルが好きで憧れのアイドルの事務所にちょっとだけ行ったんですけど、ちょっとそこがダメ で普通に大学生やってて、でもなんかアイドルやっぱりやりたくてマックスに自分で応募しました。大学今2年生なんですけど、大学と今両立させてやってます。テスト前とかとあと通常の授業も早い時間が多いのでリハとかは出れなくてそのままライブ出ちゃうっていう結構キツキツのスケジュールだから、体調管理とかが俺はあんまできないんで結構大変です。留年してて辛い時期の中でその友達に勧められてその芸能界に入って、でそこでオーディションを受けていただいてラスト C3 というところに入りました。もうめっちゃ未経験、めっちゃゼロでした。だからすごいみんながその結構歌とかダンスとか上手かったので、まあ、僕自身がそのついていけるのかなっていうすごい不安はあって、まあ、今でもまあ全然まだまだ未熟ものですし、まあ、自分なりに工夫して、まあ、早くみんなに追いつけるように頑張りたいなと思います。1年ぐらいずっと結構家に巻き込もってて、それでこのままじゃダメだなと思ってちょっとアイドル始めようと思ったんですけど、そうですね、まあ続けられるのであれば続けていきたいなと思います、はい。まあ、でもラスト C3 で頑張りたいなと思います。さあ、ビールが飲みに行くぞ。イエーイ。大人数だとちょっと店とか迷惑かけちゃうんで、2人でいつも外出ちゃいますね。おー、いやー、俺はもともと歌詞めっちゃなりたかったんですよ。で、それでいろいろ探してたんですけど、なんか作詞作曲できないんで歌詞は無理だなってなったんですよ。なんか好きな俳優さんがいて、レン君、D2 テキサーの小沢レン君とかがめっちゃかっこいいなと思ったんで応募して、僕は最初は練習生、ああワークショップ、そう何回か行ったんですけど、オーディションの募集があったので応募して入りました。いやーっていうか、とりあえずこんなに俺ライブがあると思ってなかった。確かに、なんかすごいライブ楽しいからめちゃめちゃ嬉しくて、でもなんかいい意味でもう慣れたよね。なんかもう毎日やってるから、うん、けどそれが嬉しいかも、うん、なんか俺はもっとでかくなって遠征とかして、いろんなとこ行ってみたい。メモ、おい、頑張ろうぜ、おい、じゃあそれ行くぞ、おい。初めて見て
タイミングいいなと思って頑張って偶然インスタライブに出てました。ね、みきゃくんの方が好きになっちゃって、踊りが上手くて、なんかすごいいっぱいありがとうって伝えてくれるところが好きです。みんながすごい仲良くて、なんかこれからなんかオタクと一緒に成長していけるグループだなって思います。自分を見合い信じよう、アルチ派のサーカーソンの愛、踏み出せない自分に踏み出さずに何も変われない脳内、僕らは自由だ、だから進めざもいい。もっとなんかたくさんの人に見てもらえるように、まずは僕たち自身いろんなとこ、いろんなパフォーマンスの面だったり気を配って、みんなで気をつけて、向上し合っていきたいですね。2公演大変だったけどめちゃくちゃ楽しかったです。10月も頑張ります。そば2件はすごい大変でしたけど、まあ、僕ちょっと途中から体調悪くなって、7でさえ色黒なのにちょっと調子悪くなってさらに黒くなっちゃったんですけど、明日からまた頑張ります。バイバイ。6月最後のライブ、どんなことになったこともあるんですけど、10月も鶏ガラもう頑張っていくので応援をよろしくお願いします。お疲れ様でした。来月もお願いします。お疲れ様です。9月ありがとうございました。10月も頑張ります。ですけど本当皆さん来てくださるお客さんとか、あとツイッターで応援のリプしてくださる方のおかげで本当9月やってこれました。来月もたくさんライブありますので、ぜひぜひジャストシー3をよろしくお願いします。ありがとうございました。つらかった過去は振り向かない。今日の一歩が明日の一歩が夢につながる。楽しいことばかりではないけど、仲間と一緒に乗り越えれば未来へつながる。ジャストシー3完全密着。